終わりまして、ただいまからナングラをしていきます。ありがとう。文鎮のやつ。文鎮。文鎮。硬すぎるわ。はい、大層だね。文鎮です。ということで、今年も書き初めをしていきます。です。元漏れ狙ったよ。ベースとか言って。書いてるとこ見せたいね。よっ。こっちに離れてこっち。うん、細い筆はもういっか、小野さんで。今日はどう？ナングラその顔出ししてない配信の人みたいだわなんかさ、裏の角度みたいなで、ね、しかも機材が丸見えで、申し訳ない。目標やったっけ。そう、私書きたい言葉があるんだけど、2022年の言葉が何なのか出てきてなくて、今頭目標目標を書くので、皆さんは私の目標を探して、私の目標だなって思う言葉を送ってください。揺れてるのは小島がぐちゃぐちゃやるから。ごめん服汚さないように。本当ですね、確かに。うわ、もうちのできちゃった。習字の授業大好きでした。字は綺麗なわけじゃないんですけど、習ってたこともないんですけど、習字はすごい好きです。書きたいのは、富士登山は絶対無理やから、今回は真面目に行こうかなと思います。グループのことを真面目に書こうかなって思ってて、わ、なんかどうしようかな。かりんちゃん、いつもありがとう。くま、なんかね、書きたいと思ってるのは、書きたいなって思ってる系は、運気上げるか金運アップか。そう、いつもなんかココナタン食べたいとか、なんかそんなん書いてたんですよ。何してん。お金持ち、あ、そう、お金持ちみたいな言葉か、運気上げようみたいなのがいい。なので今回は、あ、勉強とかでもいいよ。再生みたいな、再生、どうしようかな。ごめんね、邪魔して中川家。中川家言うな。中川家の皆さん、邪魔してごめんね。あんまりみももう言ってないね。言ってないかい。子さんやって、多分知ってる。あ、そうなの。私でもちょっと中川家のイメージなんだけど、みよのファンの。なんかどっかからちょっと怖くなって。言わなくなった。うん。なんか怒られそう。カリンの小島だよ、もう怒られるわね。ご本人が許可いらっもらってるわ。もう再生、グラビア増やす、なんか NMB をどうしよっかな。なんか再再び作り上げていきたいみたいな、なんかそういう作り直しではないんですよね。宝くじ当てる。ちょっとごめんなさい、横で真面目な話して、なんか宝くじ当てるとか言っちゃっていいじゃん。いや、宝くじは当てたいです。再構築みたいな。構築、あ、構築って言うのか、これね、分からない、見えてないから分からんけど、多分再構築。再出発、あー、いいですね。でも私、初っていう字うまく書けないんですよね。字の問題、ごめんなさい、却下で。ごめんなさいね、せっかくどうしようかな。再構築、人生に必要なものですよね。目標、目標ってさ、結局さ、どう思いますか、人生の再利用は違う。再利用はまた違ってくるな。人生の目標みたいな、再スタート、再生。でも2022年の目標やから、あんまり大きすぎたらダメなんですよ。感じがいいな、感じでどんどんって書きたいな。なんか書かれるのに、みんなに教えてもらうか。再起動、なんかめっちゃ難しい。立ち止まってたわけではないんですよね、私たち的には。今年も別に立ち止まってたっていう気持ちではなくて、立ち止まっていたつもりはないけど、あの大きさが、気合い入れ直して、紙の大きさが、この感情を文字にしたい。A4、 これ A4 ぐらいのサイズよね。 A4 ぐらいのサイズなんで、なんか文章みたいなのじゃなくて単語形がいい。
感じがいいですね。ミオにも再起動ってきた。ミオが喋ってると思ってる。確かに。再構築にするか書けるかな。漢字。漢字じゃなくても。3文字ってむずいよね。あ、貯金にしよう。貯金にします。大事やからな。そんなすぐ決めていいの？まあ、いいや。共に走るで今日。なんかそっち系がいいな。普通に共に走るもいいですね。みんなで。みんなで共に走りたい。利息ってみたいな。利息ってさ、あんまたまらんよな。劇場に張り出されるのか。多分劇場に張り出されます。ちょっとじゃあ、ミオンが書いたら私書くわ。そのあれが欲しいから。はい、決めてね。おはようございます。でもミオンは、おはようございます。おはようございます。練習するとこがないです。あ、ここでしたら、え、ここでいいです。誰か曲流さなかったらいいよ。シオンが練習しに来た。偉いね。いや、あの子は毎日練習してる、うん、何の練習してるかわかんないけど、何の練習してる。じゃあミオン決めたよ。ちょっと待ってね。始まりに咲かされてるから。再構築かける。再構築にしようか。じゃあ決まった。あとは墨の準備ができればって感じです。ミオンが書いたら書けます。緊張する。間違え失敗はできないみたいな。ミオンでも小学校の時は書道部でしたよ。一応再構築っていう感じを定期的に流してもらいます。もう一回言えばいいの。人がいっぱいいますね。そうね、今日ね、頑張る。大丈夫、開いてくるから。そこはちょっと怖いです。人がいっぱいいて怖いです。そう、嘘つけ、いつも。みんなに言う人間違ってん。嘘つけ、はい、し人見知りしないのに。人見知りです。おはようございます。人見知りやったら絶対違う。究極やん。みんな最高ってめっちゃ送ってくれてるわ。やばいな。ちょっとミオも早く書いてくれないと。それさ、書くときにもう一回送ってもらったらいい。そんな皆さん一旦手を休めて。じゃあ一旦ももちからもらったお菓子食べとくね。お腹すいた？お腹はね、そんなに。ちょっとお砂糖がついてますね。これをいただきまして。いや、なんか今回のさ、ももちのセットリストがさ、うん、笑顔の人が多かったからさ、うんうんうん、なんかやっぱ実感はないんですよね。まだ最後の曲ではなかった。でもなんか曲言っていいやんな、うん、フェリーやった時にさ、あ、まあフェリーはな、やっぱいい曲よ。もちょっと待って、貯金貯金って書いてある、うん、しかもなんかいいな、かっこいいな、貯金って。ちょうどいいカスカスぐらい。なんか貯金の金のなんかその隠れ具合がなんかかっこいいな。さすが書道部。ファリーも金にしようかな。金、金はでも恥ずかしいで、多分貯金やからかっこいいね。確かに貯金はかっこいいな。なんかね、フェリーね。でもフェリーもさ、その最後の曲です、フェリーじゃなかったじゃん。うん、だからなんかあの耐えれたけど、次はこの曲みたいな感じのノリやったよな。そうそうそう、普通に家でお風呂の中でフェリーの歌練習してる時の方が泣きそうになった、うん、なんか歌詞の意味めちゃめちゃ考えてたな。でもさ、なんかもっちらしい感じのなんか、そうそうそう、本当にそうなのね。あんまなんか切ないっていうよりは、そうそうそう、楽しくやりましょうねみたいなのが、ね、ハルキーとかもやっぱもっちらしいし、うん、ホップケーキなんか上手に食べれるかしら。こういうの難しくない？ちょっと絶対人前で食べられる。うまっ。あ、一口食べたと同時に爪が全くやってまいりました。ちょっと一回乾かします。ベロンってなったらいいから。紙コップなんですけど、墨入れが。そうですよ、あると思いますか。ここに、すいません、よく言っちゃいけませんね。はい、皆さん、何でしたっけ。再構築。最後頑張れ頑張れ。一発で書けないと思います。私何回かやるタイプ。なんかちゃんと下書きするタイプ。墨って書道の墨、下書き練習するタイプ。
書道の隅ってさあ行きますブチュって入れるタイプか吸って入れるタイプか分かれるじゃないですか。ミオは調子乗って吸ってました。貯金ですよ、大切じゃないですか、2022年の目標なんです。飛び出さないやつ、飛び出さないやつって飛び出す方何、飛び出さなかった、カスカスだわ、新しいはずなのに。よし、もう大丈夫かな。ミオの目標、貯金。まあ、もともとそんなにデロデロに書いたわけじゃないから、多分すぐ乾いてたんですけど、なんならすぐ見せれたんですけど。はい、出る方かな。しまう方ないねんだから。ちょっとね、この細かいところが。もう。妙が緊張するわ、なんか。ああもう入んないわ。なんでもう一枚書く？あれこんなん？多いわ。ちょっと文句しか言ってないや。字が画数が多いとねやっぱりね難しいよね。確かにな、あの書道はあの筆がボヨビロってなってる。そうそうそう、あのここにある筆綺麗な筆ないんですけど、だから余計やっぱ。ぶとくなりたいね。ね。今日この出っ歯からいやあんまり金使わなさそう。ああ使いますね。イオンは荒いですよ。そう荒い。ああじゃ入んないですわ皆さん。一回もでも貯金はしますよ。お年玉はずっと持ってます。ちあの。練習で一本。0歳の時から0歳の時からお年玉は1個も使ってない。だからお年玉の通帳はめっちゃ溜まってます。これね、はい一旦ね、一旦ちょっと練習もう1枚もうちょっと3枚、私あれだ、おんなきゃダメだ、すいません、うちのキャプテンが、すいません本当に申し訳ない、動機が3枚にこうやっておるんですよね。小島はちょっと漢字がちょっとできなくて、ミオもできへんから人のこと言われへん。そうそうそう、でもあのそう黒髪少女、絶滅黒髪少女の髪がずっと描けないんですよね。あ、ぴったりぴったり3個に折れました。さあということで3個に折れたので、ミオのえミオの感じ合ってるよな、怖いから、ちょっと 今ならやり直せるんですよ。普通の方に書くんだよね。うん、よし、あー入るかな、結構ね合ってる合ってる、ちょっとほんまにちゃんと確認してほしい、これお笑いとかなしでちゃんと確認してほしい。ミオさん、何お疲れ様です。何お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。絶対人見知りじゃないよね、シオンって。もうずっとあれですよ、入ってからね、うん、そうずっとびっくりした、うん、名前知ってくれてるのがびっくりした。知ってるだろそれは。お年玉まだもらえるのねえ、もらえるへんかもしらんよな、うん、もらえる。でも今年もサンタさん来たんですよ。え、マジ、うん、素敵だねそれ。来ないよって言われてたんけど、来たから、お年玉はもうだから100均であれ買いますね、お年玉の封筒みたいなやつを買って置いといたら入ってる。でも渡すね新しいどうぞって渡したらお金入れてくれるから。そんなパターンあんの。そろそろ配る方、そうそろそろ配る方、マジ、そうか。じゃ今年はまだ一応未成年やから、うん、あげへんけど、うん、来年はいとこに渡そうかな。そんな年か、まだギリギリ、一応19なんでまだ。そうね、22でもまだ一回も渡したことない。渡した方がいいんかはちょっと謎よな、気まずいよな向こうからして。参考のあれが欲しいわ、どうやって書いたらバランスがいいのかな、参考が見たい。小島は書道が地図らしいから、そう、
物好きなの。でも軽い気持ちで書くの嫌。ちゃんと日本人やん。そうだよ、書道割とガチなんだけど。結構ちゃんとあの金銀みたいなさ、書をつくじゃんか。あれの金は無理なんだけど銀に行く人みたいな、すごいやん。そんなんでももらったことないかも。全部そういうの外してきてるかも。そう、なんか名前言いたかった。ちゃんとコジリンからお年玉もらおう。無理無理、いけるよな。でも一応無理無理、欲しいな。無理無理、そんな欲しいなでもらえるもんね。あ、ズルしてのバレた。羽が欲しいじゃん。いやいやいや羽が欲しくてもずっとぐち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 やって。まだ再建築ってあのコメントしてくれてる。再構築の再構築、再構築か。ケンやったら建てるになる。もうダメだ、家ダメだ、家になる。ダメだ。お年玉は今年は渡さないです。来年は渡します。あまり今回、今年はあまりですね。え、今年なんか筆、なんか筆のせいにしていいけど。え、でも今年筆がちょっとしょぼいわ。ほんまにしょぼいわ。筆が悪いです皆さん。しょぼいんです。書道のなんか宿題とかありましたよね、小学校の時。あった。この書道の宿題だけはめっちゃ好きだった。なんか一回紙を、半紙っていうの、半紙をなくしてギリギリに、しかもなくしたから、うん、書道の宿題があるっていうことを忘れてて、うん、前日ぐらいに気づきました。結構やばい。ランドセルの奥底にぐしゃぐしゃぐしゃってなってた。こんなん、こんな字あったっけ。合ってる合ってる合ってる。その下キーやろ。みよ、でも漢字はまだいけるんですよ。あの50問テストとか毎回100点取ってたから。マジ？うん、まあ、最後のここだけうまくいきました。ここって、あ、見えてんのか。私の顔ほぼ映ってない。あんま映ってなかったらバンされるんちゃう。よし、じゃーん。今年はこうなりました。声に便乗しました。再構築、貯金。あんまうまく書けなかったな。はい、あげる。いらんね。ここでちょうだい。どっちがいい？さっきミオン書いたやつでいいよ。Thank you。 でもカスカスやで。先だけで書くから硬くね。これで書いた。硬いんですけど、びっくりするぐらい。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、いけるね。NMB とか書いてないの？うん、 NMB やもんだって。まあそっか、名前だけで。なんか道路とかに飾られるやったら書いた方がいいけど。そうだね、そこだもんね。横に小島がいます。小島って言ってんの、ミオンだけ？いや、しおいちゃんとかも。うん、よかったじゃん。ほんまにレイちゃんとか、かりんちゃんって言ってんの可愛いよな。でもそう、あれ。何とも思いませんけど。今は個人からお年玉もらうの、もらえます。今年は。今年は？今年から。毎年ね、渡してくれなかったんですよ。ケチなんで。500円玉貯金しよう、じゃあ。劇場で久しぶりに勝負でした。ちょっと悔しいです。やっぱしろしならいとかったな。丁寧に書いてんな、うん。小島っていう字かっこいいよな。でも、島がむずいよ。島間違えられがちやもんな。あ、そうそう、山書かれがち。そう、
2022年もうダメだもうダメだ、はいはい、飲んでいいよ指汚れてんで嘘あー下手な人の下手な証拠だよねこんなに手汚れてなんか言わないそういうの嘘え、まあでも本気でやってるじゃん。筆で汚れてる。ああ、持ち手が。ゆっくり。再建築。ま、再建築。ま、家やねん。何回も同じ間違いするの。家建てたい人みたいな。再建築。はい。これが私のキャプテンとしての意気込み。クリスマス、クリスマス終わりましたね。どうですか気持ちは。悲しいですか。いやバランスがね良くないですね。サイだけはまあ、まあまあまあ綺麗でしょ。でもこうからね、筆のねカスカス具合がすごいのよ。もう筆の限界をね。貯金ということで。したくなってきたな。来年はたくさん貯金をします。今回はナングラはこんな感じです。あ、ナングラですこれも。ナングラ？ナングラです。ね、後でツイートします。いっぱいいいねしてください。小島会の字好きだってありがとうございます。小島の字いい。感じ。シュッシュッシュッってしてて。あシャンシャン。可愛くないですねだから。でも、なんかそういう字の人好きやで。うん、ちゃんとなんか羽払いする人みたいな。なんかはずいな。ちゃんと小学生からの教えをちゃんと守ってる。なんだよ。の今年最後の配信？そうかもね。そうやな。今日で仕事納めでした。私は。私は今日で仕事納めだったので。もうお疲れ様です。31日ショールーム配信はこれで最後です。今年ですけど、年越しは何かがあります。なんかしてるんで匂わせ、うん、何かしてますわ。昨日仕事納めの方が多かったのかな。まあそうだね、トレンドとかも入ってた。そうなんだ。31も1もあるな。今日測定してた、してた。初披露の曲だったんですけど、100年先だ。終わりですね。良いお年、良いお年をスタンプ出てきた。飛んできた。そんなん。ありがとうございます。良いお年をですね。でも、本当ですね。元気に来年も。早いな。良いお年を。トップエルネを読んだよって、ありがとうございます。私もさっき自分の読んで、こんなこと喋ったっけなと思いながら、言ったこと忘れてたけど。来年も。楽しい一年にしたいです。真面目な話が多いですね。舞台裏とか、渚さんと普段話していることだったりとか。よーとしよう、よーとしよう、よーとしよう。めっちゃ降ってきてる。元気ですか。ありがとうございます。楽しんでんな。楽しんでくれてるわ。よーとしよう、よーとしよう、よーとしよう。毎回言ってたきりない。いや、本当にありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございます。来年は、トラ？トラ？私、ねえ、牛、トラ、トラです。トラです。ねえ、牛、トラ、ウー、タツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イエナ、イ。後で読むって、ありがとうございます。ぜひ、ご覧ください。イとか、わかんなくないですか？ねえ、牛、トラ。あの衣装、あの新衣装に着て撮ってるので。あ、見よう、見よう、私は。あんまり、その取材系があんまり、その頻繁にあるわけじゃないんだよね。来年、貯金多いといいね。ね。みんなも一緒に貯めよう。貯めて、でも使っていかないと経済回らへんから。経済喋ってるわ。話してますわ。経済も回していきながら、使わないと入ってこないらしい、お金。そうだね、言うよね。使った方がいいって言うよね。私だからなんかあんまり惜しみすぎないようにしてる。ああ、うん、でもみおも使いやすいように1000円ばっか。ああそうなの。あの下ろす時も千円枠。あ、なるほどね。1万円崩すのちょっともったいないじゃないですか、うん、あ、でも
新しい500円玉美をまだ見てないんですよ。だから何新しい500円玉変わったんやんか、あれまだ見てないから、うん、来年こそは自分の手元に届くといいな。なるほど、500円玉貯金だね、それは。次のあのお札も人が変わるので。そっか、いつからまだ、あ、でも2020、来年かな、来年、来年か、来年ってもうすぐじゃん。今は、まあ、誰推し、誰推し、いや誰推しとかないよ。お札の人に、お札の人がどんな人かもわかんないから。でもまあ5000円24年か、じゃあ全然まだよ。5000円札推しです。津田梅子さん推しです。私を見つけてくれてありがとう。新しい、プリンちゃん現金は使いますよ。あ、使うん、使うけど基本はでもかっこいいな。20歳超えたらね、みよももうちょっとだね、そろそろ申請しようかな。うん、でも19ぐらいから持ってた気する。いや身分証明書なくてさ、保険証しかなくてさ、あの学生証がなくなったから、うん、使われなくなったから、はいはいはい、なんかマイナンバー申請しようと思って。あ、なるほどね、今そっち申請しないと。してください、早めに。でも結構めんどくさかった私も作るの。今でも携帯でできるんですよ全部、写真、ね、写真とかも。そうだそうだ、すごい時代。本当携帯しか持ち歩かなくていいとか言うもんね。私まだそこまではやってないや、うん、あとちゃんと持ち歩いてる。お財布、車の免許はまだちょっと何にもしてない。取ろうって思ってたけどな。へえ、ちょっと怖いやろ、妙の運転。2022年もっと買うんじゃない、免許ね、待ってます。会えたらいいですね、2022年は。なんか会えるイベントがあったらいいね。ね、戻ってきたらいいね、うん、全然会場でないから、今握手はできなくても。津田梅子知ってるの、ミオンと若ぽんが。もっと知ってるよ、絶対に。いいなって思います。原付きはあかんって言われた。やめときって言われた。来年もぜひ。びっくりした、何、画面見てください。何、あのね、ほんのりね、ほんのりじんわり映ってたわ。じんわり、気づかないわ、ほんでそんな。めっちゃ面白くないですか。全然、はい、あの漆黒のチェイサーの方が。あれめっちゃ面白かった。あれはめちゃくちゃ好きだ。ありがとうございます。めっちゃ面白かったですよね。あれめちゃくちゃ面白かった。あ、漆黒ですか。漆黒で、うん、漆黒、今のじゃなくて漆黒。わざわざ一周回ったんですよ。あ、そうなの、はい、何してんの。何してんの、本当に。中の未来でした。失礼しました、ごめんなさい。面白い後輩がいっぱい。最近ちょっと前髪伸ばしてて。もう立ってるよ。あんまり言ってよそれ。立ったよ。もう立ったか、そりゃそうか、うん、全然前に。あ、そう、笑えなと思って間に立ってたか。うん、あ、やば、めっちゃ良いお年を来た。良いお年を。ありがとう。お、お正月。牛年？あ、今年が、今年牛か。ねえ、今年最後のあれだ。うん。ねえ、牛なんで。すごい。言える？ちゃんと。ねえ、牛とらうたつみ馬羊猿鳥犬犬。ちょっと怪しかった。猫なら30分。30分経ってるって。もうだってほんまに、久しぶりにゆっくり経ってる。じゃあそろそろお別れしたいと思います。始まって一緒に終わろう。ということで2021年もありがとうございました。ありがとうございました。ラギがあってしまう。危ない危ない。13位から13位、きょうちゃんありがとうございます。12位、もえちゃんま、57さんありがとうございます。12位、りーちゃんありがとうございます。11位、はるちゃんありがとう。しあーさんありがとうございます。10位、8位、かなぴありがとう。BJDE
SU さんありがとうございます。9位つかさんありがとうございます。8位たつおじさんありがとうございます。7位とりおじさんありがとうございます。6位ゆうさんありがとうございます。5位ほりっちさんありがとうございます。4位ほうまささんありがとうございます。3位ゆきおさんありがとうございます。2位がまなみさんありがとうございます。1位がひよこさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん良いお年をということで、のんびりしてください。皆さんも構築を叶えられるように貯金頑張ります。していけるように頑張りたい。現実的な目標が一番大切なので、ということで良いお年を。お疲れ様、ありがとう。皆さんも2022年にゆっくり休んでください。ショールームで。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。